1月16日、火曜日、これはちょうど週明けとなりますが、東京株式市場午前の取引が終了しました。3連休が明けた東京株式市場、日経平均は209円飛び4銭高い 41,399 円72銭と反発して前場の取引を終わっています。トピックスも 22.48 ポイント上昇 2917.04 となっています。日経平均の値動きを先週金曜日12日の終値との比較で見ますと、初め値が176円高でした。その直後に29円高まで上昇幅を縮小、その後10時少し前のところでは329円高と300円を超す値幅まで前日比上昇するという場面がありましたが、結局は209円高と上値がやや重い印象が強くなっています。先週金曜日の日経平均1000円を超す今年最大の下落幅を記録しました。なおかつニューヨーク市場では週明けダウ平均が史上最高値を更新するという動きとなっていました。そんな流れの中での週明け、週明けの反発、今一つ迫力に欠く展開という声がマーケットでは多いようです。為替の動きがなお不透明、そして企業業績の動向もやや気になると、そして需給面で急落後戻り待ちの売り物が出始めているといったことがあるんでしょうか。やや制裁を欠く戻りというふうに見られています。ニューヨーク市場では13日に、トランプ前大統領が銃で狙撃されて負傷するというショッキングな出来事がありまして、その後15日、共和党大会で、正式に大統領候補として指名されるという流れがありまして、今回の出来事も踏まえて大統領選はトランプ前大統領が今回も勝利するのではないのかという、そんな見方がだいぶ増えてきているようで、ニューヨーク市場でもトランプトレードという形でアメリカのトランプ新大統領復帰を期待するような人気になっています。東京市場でも防衛関連株が今日はかなりの人気になっていました。その代表銘柄ですあります三菱重工は、売買代金が先週金曜日の水準にほぼ並ぶ、半場で、先週金曜日の1日分と並ぶ水準まで商いができてきているという、そんな動きになっています。株価も先週1週間かけて、取引時間中の高値から取引時間中の安値まで下げた300円弱の値幅の下げ幅に対して、今日は高値で取引時間中の高値で172円ほど戻していますから、いわゆる半値戻しを今日達成しています。トランプ大統領が復帰すると各国に対して防衛予算の拡充を再び求めてくるという流れ、なおかつ岸田政権も防衛予算拡充の方針を打ち出しているということで、防衛関連株さらに人気が高まるだろうというふうにマーケットでは見ています。重工業株、この三菱重工だけじゃなくて、例えば川崎重工も今日は大幅続伸となっていますし、IHI、こちらはですね、先週の高値を、先々週ですね、7月5日の取引時間中の高値を抜いて6日ぶり年初来高値更新という動きになっています。また小型株ですが、7721東京景気、こちらは、
レーダー警戒装置、あるいは潜水艦向けの管制航法装置といったものを手掛けているメーカーですが、一気に年初来高値更新となりました。この4000円台という水準は92年1月以来、実に32年半ぶりの株価水準と、東京景気にとっては久々の株価まで上値買い進まれるという動きになっていました。以上、16日週明けの東京株式市場アローズスタジオからその外況を電波外況をお送りいたしました。